アレウス一世、アレウス一世は、アギス朝のスパルタ王である。アレウス一世は、アクロタトスの子であり、先王クレオメネス二世の孫である。アクロタトスは父、クレオメネス二世の在位中に死んでいたが、クレオメネスには、クレオニュモスという子がいた。アレウスはそのクレオニュモスと王位を争い、長老たちの指示を受けて王位についた。紀元前279年に、 ガリア人の侵入を受けたマケドニアはギリシアに対する干渉を緩めた。これに乗じて、アレウスはギリシアにおけるスパルタの派遣を再考しようとペロポネソス軍を率いてアイトリアに侵攻したが、失敗に終わった。紀元前272年、エピロスオーピュロスは、不評2万5000人と、騎兵2000機、24頭の戦像を率い、 アンティゴノスへの霊属より諸都市を解放すると称して、ラコニアへ攻し、スパルタを包囲した。その時、アレウスはクレタへと遠征しており、王はルスだったものの、女性を含むスパルタの人民一丸となって、死の防衛のために残暴を掘って抗戦した。戦いの一日目、スパルタ側はピュロス軍の攻撃を食い止めた。戦いの二日目の終わりに、アレウスは二千人の兵を率いて戻り、 ピロスを撃退した。同年、ピロスをスパルタから撃退したアレウスは撤退するエピロス軍を攻撃し続け、ピロスの息子、プトレマイオスを戦死させた。そして、アルゴスでアンティゴノスと共にピロスと戦い、ついに戦死させた。これによって、アレウスの名声は高まり、紀元前366年にエパメーノンダスによって解散させられていたペロポネソス同盟を、 再び結成することができた。クレモニデス戦争において、アレウスは、プトレマイオス長とアテナイと組んで、アンティゴノス2世に対抗した。アンティゴノス2世がアテナイを包囲したとき、アレウスは、アテナイ救援に向かった。しかし、その際プトレマイオス長の将軍パトロクロスに敵を攻撃するう遣いを送られたが、アレウスはこの時すでに食料を使い切っており、 さらに他人のために危険を犯すのは特策ではないと考え撤退した。その後、紀元前265年にコリントス近郊にてアレウスはショークラ・テロスとの戦いで敗死した。王位はこのアクロタトスが継いだ。アレウスは初めて自身の肖像や業績を効果や秘文に刻んで栄誉を称えるなどヘレニズム期の君主のように振る舞ったスパルタ王であった。 ありがとうございます。